ってます。耳のところとかめっちゃ、今回やばいぞこれ。というわけでお疲れ様です。バーナードです。今日はいつもより早い時間に撮ってるのでね、ちょっと外の雑音とうるさかったら申し訳ございません。今日はポップマートアンボクシング Vlog、 今日はこちらです。スカルパンダシティオブナイツシリーズです。めちゃくちゃかっこよくないですか。パッケージやばいっしょ。このパッケージ上の方こんな感じで、ちょっとね、なんかサイバーパンクっぽさもあるんですけど、なんかどこかこうアジアンテイストなサイバーパンクな感じのパッケージです。で、ラインナップはこんな感じでね、ここに書いてあります。ずらっと並んでて、まあ、ちょっと別画像でポンと出したいと思うんですけども、なんとですね、今回僕が欲しかったデザインがですね、リークされてた画像を見てて、これいいなと思ったのが、なんとシークレットのこのデザインでしたね。まあ、なのでね、今回3ピース購入なんで、まあ、当たることは多分ないとは思うんですけども、まあ、その以外のね、その他のデザインもね、めちゃめちゃかっこいいんで、まあ、全てどれが出てもいいんじゃないかと今回は思いました、ね、ボックスで買おうか迷ったんですけど、インスティンクトへのムッキーのシリーズが待ってるので、今回このタイミングでのスカルパンダはピース購入です。ただこれもね、時間が経てば、ポップアップショップやオンラインストアにすぐに在庫が入荷されると思うので、日々買い足していくというような未来が見えていきます。散財、すいません、ちょっとテンションが上がっちゃってますけども、早速ね、一個ずつ開けていきたいと思います。スカルパンダシティオブナイツシリーズ、いきます。今日もね、ちょっとね、箱を大事に取っておきたいんで下から開けていきます。さ、いきますよ。まずは一つ目です。いやー、ドキドキしますね。座り姿のスカルパンダなんで、ちょっと触った感じの形状はちょっと丸いような感じですね。じゃあいきましょう。さあ、いきます。一つ目のスカルパンダちゃんです。よいしょ。おー、きたー。これ見て、この口元めっちゃポイントです、これね。あ、そしてパーツもついてます。これは扇子ですね。さあ、早速ちょっとカードをね、見てみましょう。この子は、うわ、カードめっちゃかっこいい。やばくないですか、このカード。ゲームボーイみたいな。めちゃめちゃかっこいい。裏はちなみに、あ、こんな感じですね。超かっこいいカードが。さあ、ちょっと本体も見ていきましょう。ちょっとね、早速この扇子を持たせてあげますか。こう手に持たせる感じですよね。さあ、できました。スカルパンダ、パペットシンガー、まあ、確かに口のところがね、操り人形みたいにパペットになってます。耳のところとかめっちゃ、今回やばいぞこれ。これ分かります、このスイングしてるところ。で、あと細かくね、バラの花の造形がされてるっていう、これやばいですね。後ろの姿もツルツルな感じですね、こういう感じで。いやー、すごい。で、まあもちろんね、ここはふわふわです。ふわふわのラグジュアリーな感じですね。いや、これは熱いぞ。まず一つ目はパペットシンガーでした。うわ、この
頭の部分の作り込みもすごいですね。いやーいいね。いやーちょっといいねいいね、幸先いいですよ。さあ2つ目いきたいと思います。さあ3つだけしか買ってないので残り2つです。非常に寂しい。さあガンガンいっちゃいましょうさあいきます。うわーかっこいい。ちょっと待って、これやばいっすね。めちゃめちゃかっこいい。もうこの耳の部分とか、うわーちょっと待って、これ、まあ、冷静に冷静にカード見ていきましょう。これはこちら DJ プレイヤー。かっこいい、めっちゃかっこいい。褐色系のスカルパンダーですね。こんな感じで、うわーめちゃめちゃかっこいいな。なんか座り姿勢のというか座った感じのスカルパンダって以前にもあったんですけど、正直やっぱこのなんだろう、デザインの世界観としてやっぱこっちの方が好きですね。前回のアンシェントキャッスルのちょっとホラーみたいなシリーズ比べると、僕はこっちのサイバーパンクなデザインの方が、もう開けた出した瞬間のこのテンション盛り上がりワクワク感は、僕は圧倒的にね、ちょっと可愛いお尻姿、お尻ですけどいやーすごいな、いいな。よいしょ、2つ目はこちら DJ プレイヤーでございました。いいね、細部までしっかりと造形されてます。さすがのスカルパンダ。ほっぺのところになんか十字架があって、おでこにはこうバッテンがついてるような感じですね。耳の部分のこのクリアパーツが非常にポイント高いですね。あれ、気づけばもうラスト。そんな、これ4ピース、いやボックスで買うべきだったか。もうだってすでにこの2つ並べた時点でめちゃめちゃ可愛いもんね。いやーこれでラストです。これが最後です。やばい、3つだと足りない分かってはいたんですが、さあ最後です。いきます。じゃん、お、うわー、これはまたなんか全然3つ目が系統の違うのが出てきました。いやーちょっとやばいっすよこれ。しかもなんかパーツが、何のパーツだろうこれ。靴かな。カードはこちらアーデントユース、こんな感じですね。デザインめっちゃなんか可愛い感じですね。顔の感じもね、いやー可愛い。一応この状態からさらにパーツが付属してるんですけど、なんかね見た感じ靴のようなパーツが付属してました。これでも足、あでもなんか肉球が出てるぞ足の裏。靴これ履かせられますね、こんな感じで。で靴はありなしどっちも好きな方で飾れるんですね。なくてもなんか猫の肉球かわいいし、あったらあったでよりこうロックな感じになると。かっこいい。後ろ、うわ後ろめっちゃかっこいい。これツルツル素材ですけど、これめちゃめちゃかっこいい。いやーいいよこれ。3つはちょっとミスったな。いやめっちゃかっこいい。いいね、ちょっと並べますか。まあこういう感じがいいかな。いやーかっこいい、いいねいいね。いやーまあそれでこのオレンジの髪の感じとかもね、なんかグラデーションかかってて、本当に作りが今回細かいですね。髪のこの部分、もう上のこの部分とかさ、正直こうなんか適当にやっちゃいがちなところですけど、もう本当に細かくディティールが作られてます。そしてこの耳の部分ね、この辺とかもうこの作者がね憎いです。本当にこのなんかいいと思えるものを完全に分かってるような感じ。いや
ね、ちょっとね、ちょっと不良っぽい感じのセーラー服ですよね、多分ね、これね、セーラー服のところにちょっとね、悪そうな刺繍、なんかなんて言うんだろう、これデザイン、グラフィックが入ってたりしてて、僕はこれ靴履かせてディスプレイしたいですね。オレンジの靴可愛いんで、いやーいいね、ちょっと素晴らしいですまあちょっともう一回ね、一体ずつ細かく振り返っていきますか。これね、まず最初出たやつですけども、これはね、もうなんかスカルパンダ、なんか往年のスカルパンダの、人気なデザインをこうね、しっかり受け継いでるような感じがして、ゴージャス感ですよね。でもポイントはこのフリフリ耳の、これがねフリフリするっていうのと、まあモフモフがねすごいボリューム感が一番あるかもしれないです。でもこの褐色のこの子ね、 DJ プレイヤーに関しては僕の勝手な憶測なんですけど、作者の方が今回のテーマで一番再現したかったキャラクターのデザインの世界観なんじゃないかなと僕は勝手に思ってます。これがやりたかったんじゃないかなっていうのを体現してるようなキャラクターな気がしますね。シティオブナイトっていうタイトルもそうなんですけども、これぞなんか今回のシリーズの世界観に、すごい合ってるんじゃないかなと思うキャラクターです、ね、いいね、いかつい感じで。で、まあこれも打って変わって、そのまたね、しっかりこう可愛い路線のというかキュートな感じのスカルパンダちゃんも入ってるっていう、本当バランスが最高で、もう何回も言ってますけど、やっぱ箱で買いましょう。うん箱で、やっぱこのスカルパンダのシリーズに関してはね、やっぱ箱で買った方が絶対いいですね。本当にキャラクターのバランスが全体で取れてるんで、いやーちょっとね、素晴らしいですね本当に素晴らしいしか言ってないけど、うん。さあ、というわけで今回はスカルパンダポップマートの、商品の紹介でございました。バーナード Vlog ではこういったデザイントイ、アートトイですね、こういった、ね、コレクショントイとかの開封や紹介、そしてお店の、ね、Vlog とかを結構ね主にアップしてます。いろんなキャラクターとかね、結構、まあ、ボーダーレスにいろいろ紹介してて、日々可愛いものを探してね、探求していく Vlog になってますので、少しでもいいなと思えた方はチャンネルページの方に遊びに来ていただけると嬉しいです。でまた少しでもね、動画楽しかったと思えた方がいましたら、グッドボタン、いいねボタンを押していただけるとめちゃめちゃ嬉しいです。また見に来てください。というわけで今回はスカルパンダシティオブナイツシリーズ、ポップマートさんの、アンボクシング Vlog開封動画でございました。ご視聴ありがとうございました。ちょっとテンション上がっちゃいましたけど、すいませんでした。ありがとうございました。